星川駅付近前景星川店星川駅に山陽道書店が隣接するユーストア星川店星川駅は三重県桑名市大和座星川にある三義鉄道北税線の駅である。2005年3月26日に境橋駅の500メートル上駅寄りのユーストア駐車場南西端に新設された。北税線では過去にも2度星川と名乗る駅が存在した。 単式ホーム一面一線を持つ地上駅である。ホームは大型の U 字ブロックの上にコンクリートの板を乗せただけの簡素なものでホーム下部に回避可能な構造となっている。1階建ての駅舎が線路の北側に設置されており、全日7時10分マイナス19、12駅員が配置される。駅舎東側部分の改札内に多目的トイレと男女別の推薦式トイレがあるが、 トイレ内のいたずらが多いため、駅員外い時間は多目的トイレのみ閉鎖される。駅舎東側部分の改札外には、冷暖房付きの待合室が、駅舎入り口に、公衆電話、郵便ポストが、それぞれ1台設置されている。駅舎は、用水路を挟んで、ホームに面している。駅舎部分の敷地は、ピアゴからの借地である。駅舎には、自動券売機、自動改札機、 自動生産機が備えられており、普通券、回数券の購入が可能であるほか、駅員配置時には窓口での定期券を含んだ全券種の購入も可能である。当駅には監視カメラが備えられ、当院駅からの遠隔監視駅となっており、駅員も配置時にも自動券売機等が使用できる。駅前には無料駐車場と駐輪場が設置されており、多くの利用者に重宝されている。 駐車場は駅を挟んで北側と南側の2カ所に設置してある。駐輪場は駅北側に設置されている。また無料駐車場を設置した上で、沿線自治体が北税線と自家用車を併用するパークライドを推奨している。当駅を通学に利用する学生が多いため、駐輪場は常に空きスペースがない状態になっている。 周辺の公共交通機関としては、駅から400メートルほどの国道沿いに設置してある、三重交通バスの三式前バス停がある。駅前広場、駅舎、ホーム等の施設について、バリアフリーに対応しており、三重県が定める、三重県誰もが住みよい福祉のまちづくり推進要項、三重県バリアフリーのまちづくり推進条例の整備基準に基づいていることを示す。 適合症交付施設となっている。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。当駅は、メガドンキホーテにい星川店、山陽道書店星川店の駐車場内にあるが、駅周辺にはこれ以外にも多数のショッピングセンター、ファミリーレストラン、委員等がある。北税線の各駅の中で、駅周辺が最も賑やかであると言える。北税線では、 過去に二度、同じ名前の駅が存在した。初代の星川駅は、北勢鉄道の駅として1914年に開業した。当駅はプラットホームがなく、プラットホームを作るには狭い場所であったため1916年に廃止されている。その後、カレー側からの砂利採取のため1927年に、貨物駅として二代目星川駅が開業し、1932年に、 旅客取扱いも再開された。当駅は戦時中の電力事情の悪化等の自由により1944年に休止を経て1969年廃止されている。二代目星川駅は現在のカレー川橋梁の挙げき方にあった。現在の星川駅は2005年に開業したが、これは当駅桑名方にあった旧境橋駅を移転して開業したものである。 星川駅新設の構想自体は、三木鉄道が北税線の運営継承を決定する前からあり、桑名市と委院長が北税線の存続を検討した中で、当時の北大社駅を車庫専用の信号場とした上で、西桑名駅北大社信号場を存続させるプランの中で明らかにされた。このプランの中では、現在の星川駅と東院駅の設置が明示されていた。 当駅の開業により、境橋駅が同日付で廃止された。2005年3月25日まで、材料駅との間に境橋駅があった。ありがとうございます。